おっしゃー、リオラスです。それでは本日もドラゴンクエストビルダーズ2の続きをやっていきましょう。前回シドウが捕らえられて何とかして助けらんないものかと、考えた。まあ要はここに行っちゃうと、ここから前出ると、お待ちなよってあの荒くれが荒くれになぜか説教されなきゃいけないというね。なんでこう、こっちから回り込んでみるってのはどうだろう。ビルダーなめんな。何今の。何か壊れた。あれ何か壊れた。なんか部屋だったここ。まあそんなんかいけねえ。こっちから回り込んでいきゃどうなのよっていう話よ。だってあそこはね、僕が作ったところだから。なんかさっきからピロンピロンなんか言ってるのは何なんだ。この辺？この辺じゃない？何？おっと、いくらリアルさんで俺の部屋に近づけるわけにいきません。なんでわかった？お前。なんなのこいつ。ちょっと腹立たしいなこいつ。ちょっとここに立つんだな。よし。ここに立つってことは、ちょっとここに立てないようにしてやろう、この野郎。とりあえずこの、こうやって立てないようにしといて、薬は置いといて、あ、くっつけないとダメだね。ダメかー。ということは、ちょっと待って、敵が来んのあっちだから、第二の作戦、はい、第二の作戦いきましょう。敵に掘ってもらう作戦。よし、行くぞ。こうちょっと待って、敵に掘ってもらう作戦。ここ下をちょっと掘り進んでって、掘り進んでって、もうちょっとシドの後ろ側じゃないとダメか。よし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 、オッケーオッケー。こっちから、そうそうそう、ここ行くとあの捕まるから、あいつに。こっから、あ、え、こっちがシド脱出計画を考えてる間に、イエーイ、ハイタッチする相手がいない。うわ、なんとかしてこう地下道を、脱獄通路を作ってやるぜ。ビルダーなめんなお前ら、この野郎。ビルダーはな、道がなくたってそこを道作れちゃうんだよ。たとえ空中だろうが地下だろうが、ビルダーの取れねえ道なんてものはねえんだよ。それを今教えてやるぜ。こうやって地下道を作って敵をここに誘導する。そしてあの敵も壁壊せるやついるから、それをここに誘導する作戦。そろそろ上の地図、この辺か。オッケーオッケー。じゃあちょっとこの辺から右にそれてって、来た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 、敵が来ました来ました。そのまま壊して進め。こっちね。こっちだよ。こっちこっち。そうそうそう。こっち来てください。こっち。こっち来てください。こっちっす、こっちっす。そっち。もう通れないのか、これ。このサイズじゃ、よし、こっちです、こっちです。来て、来て、来て、こっち。あれ、来ない?いいよ、いいよ、こっち。そう。よし、来い。来い。まっすぐ。いいよ。そう、まっすぐ来て、ここ掘ってください、ここ。ここ、この先掘ってください。お願いします。そう、まっすぐ。そこ掘れ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 。いや、違う。こっち掘って。こっち掘って。掘れ、ここ掘れ、おい。掘れ。掘らないの。あ、ダメ。いやー、この野郎。敵を連れてきてもダメか。敵を掘らないのか、これ以上。あ、なんか掘ってる。よし、来い。俺ここで、俺こ、え、そう。掘っていいよ。ダメだ、こいつ、俺しか見えてない。俺しか見えてない。こっから、もう範囲割りでどうよ。この辺から範囲割りでどうよ。あー、壊れないようになってやがる。え、マジか。完全に壊れないようになってる、ここ。え、そこまでする？そこまですんの？
壊れないようになってんなこれ完全に壊れないようになってんなこれ。え、マジで。うわ、浮いてるよ。ここだけ、ここだけ掘れないよな。念入りだな、おい。俺、壊れない牢屋なんか作ったような記憶ないんだけど。ないんですけど。完全に人がいるところだけいけないようになって。手が込んでやがるぜ。マジか。え、どうなってんのこれ。え、どういう技術これ。完全にここだけ異次元空間に飛んでる。うわぁ、マジか。どうやっても脱獄できないのか、ここ。え、どんだけだよ。あぁ、ダメか。ダメか。あ、真下を来れる。あ、ダメだ。ダメなの？悔しいが、進めるしかないか。無念。指導すまん。俺の力は及ばない。しょうがない、クエスト進めていきましょう。設計図の完成には塔の台座に力のオーブなる特別なものを置く必要があるようですね。 なんだそれ、初めて聞いたぞ塔の組み上げは私たちに任せてリオル様に取ってきていただきたいものがあるのですが、どこにあるのか。ああ、そうか、もう塔は完成してんだよね、さっき、僕が遊んでる間に。わしに心当たりがあるぞ。このムンブルク城から北へ進んだ丘の上に一体の女神像が立っておる。うん、力の奥は女神像が見つめる先の大灯台にあるはずだ。アネッサ、リックトと共に取ってきてくれ。リオルス、アネッサのことは一旦後だ。戦力は少しでも多い方がいい。アネッサ真後ろにいますけど。え、お前何のこと言ってんだって顔してるけど。え機械を見て、必ず真相は分かる。ほら、真横に来ちゃったじゃん、今、アネッサ。ねえ。で、この、銀主人はめっちゃ鍋食ってるけど。すごい、見えるかな？すごい勢いでなんか餅みたいなの食べてるけど。僕に任せてくれ。リオス、リック、こそこそと何の話だ？こそこそと話してたの今。あ、あははは、リオスがお腹が減ったって言うから、なだめすかしていたところさ。あ、もうリックだよ。絶対犯人リックだよ、これ。では皆様、設計図の組み上げは私たちに任せて、大灯台で力のオーブを見つけてくだ、来てください。この銀融詩人、すごい勢いで餅食ってやがる。大灯台に求めるものがあるやも。北って言ったね。北、こっちか。こっち？上から飛んでいけるか？いやー、リックがいつ尻尾を出すか。絶対アネッサじゃないよこれは。うん、あの反応は。あ、こっちか。来た。地図的にこんなところ。え、なんだそれ。そこに女神像があんの。それはさすがに気づかんな。確かにあそこ、それは気づかんな。一見ビルダーパズルにしか見えないけどね。ん？王様が言っていた女神像というのはこれのことかな。え、どこにあんの女神像。え、あ、これひょっとして僕探索の時に一回来て女神像持って帰った。いかん、どこを見てるかわからん。君たちには見えているのか、幻の女神像が。うん、とにかく飛んでみるしかないだろう。リュルス、海の上には竜巻が出ることもある。うまく避けて飛んでいこう。いや、ちょっと待って、どっちなのこれ。どっち向いてたの。え、さっぱりわかんないんだけど。そしてここにビルダーパズルらしきものが。え、これクリアしてない。あ、僕クリアしたよ。やっぱり来てるよ、ここ来てるよ。じゃあやっぱりそこの女神像持って帰ったんだ。え、どこだよ。しかも動画に撮ってないところだからわからん。え、仕方ないな。適当に飛んでみるか。
あーでもなんかこっちっぽいな、こっち、うん、竜巻出たから、うん、避けて飛んでいけって言ってたからこっちだろう、きっとこっちだ、きっとこっちだ、きっとこっちだこっちに違いない、竜巻を避けていけば、あるいは、あーなんかあった、なんかあった、よかった、合ってた合ってた合ってた、お、すごいのがある、なんだこの建物、いやあった、え、ワープか、これが大東大か、しかしなぜこんなものがこんなところに、本当だよ、ん？ん？どうやらあそこから登れそうだね、とにかく上に行ってみよう、はあ、すごい立派な建物じゃん、はあ、この滝の謎の水の使い方もうまいなこれは参考にしたいな、なるほどね、こういう風に流すのか、はい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 、でこっちから登りましょうと、へえ、凝ってんね、わ、めっちゃ目回るわこれ、めっちゃ目回る痛い切りますね、うん、僕も目回ってきた、んんん、見ろあそこに魔物がいるぞ、変身変化、変化でいいんじゃないの、用心して進むとしよう、これでいいんじゃないの、なんか楽譜とか落ちてない、うん、魔物の姿が見えなくなってしまったな、なんだか怪しい魔物だったけど、とにかく先に進んでみよう、え、怪しかった、なんだろう、あれも人が化けてんのかな、なんなんだこれはお、何時勇気あるものよ、待ち受ける運命に身を委ねよ、え、どういうこと、何、とりあえず持って帰ろうとりあえず持って帰ろう、で変身はしとこう、え、ちょっと待って、何これおじいさんにもなれるんだ、これ初めて見た、あ、いた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 、見えない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 、入れない入れない、これ、ん？何？狭すぎて分かんないんだけど、え、何これ、何このスイッチ、え、何これ、え、どういうこと、進めないんだけど、え、なんだそれなんだそれ、え、これ正規ルートなの、正規ルートっぽいな、ええここに、この台座にあるんじゃない、あるんじゃない、ほらほら、なんだこれ、なんだこれ、赤は飛び乗れば跳ねるトランポリン、緑は飛び乗った後跳ねれば跳ねるほど高く飛べるルーランポリン、な、何を言ってるんだ赤いトランポリンと緑のトランポリンか、これでうまく塔を登って中を調べるしかなさそうだね、さてどこを登るかだけど、ヒントがないかあたりをよく見ながら力のオーブを探そう、ヒント、ヒントなんかある、え、なんもないぜ、なんもないぜ、え、なんかあるヒント、とりあえず一個一個試してみるしかないんじゃないかこれはこの人たち呼吸という概念がないな、このライトが関係してないね、してないね、え、なんだこれ、とりあえず行ってみようか一個あ、なんか酔ってくる、これも、うわー、気持ち悪い気持ち悪い、で求めるものはここにはない、北道を戻れ、これは何、ミミックミミック、あ、しかも攻撃力高っ、こいつ火力高っ、オッケー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 、
ここではないと。あ、ゴールじゃないゴールじゃない、よかったよかった。もうちょっとこれ以上はね、もう気持ち悪くてしょうがない。いやいや、少し広い場所に出たね。あ、でもあの骸骨の墓を箱は何かトラップがあったよね。トラップか、なんか仕掛け、うん、キキキ人間ども、お前たちが勇気あるものかどうか試させてもらおう。ほほ普通に雑魚的、うん、普通に雑魚的だな。あーってそんなに痛くない。魔法の鎧のおかげか、やっぱり、うん、火とかはそんなに痛くないね、うん、あ、でもちょっとやられそう、ちょっとやられそう、ちょっとやられそう。避けて、オッケーオッケー、全然余裕だな。っていうか2人強いな。ヒットポイントいくつあるんだリック。僕の2倍ぐらいありそうだな、あの減り具合は。うん、すげえな本当に。リックはリックなのかお前本当にリックか。倒したね。ハイタッチ、とりあえず誰かとハイタッチしようよ。しないよ誰でもいいからしようよハイタッチで、あー取れたね。うー、力のオーブを手に入れた。お、これが一つ目の設計図に必要な力のオーブか。すごい力を感じる。確かにこれならアトラスにも対抗できるかもしれないね。本当か、こんなんで。それにしてもこの建造物は一体何なのだ。何か不思議な感覚だ。こんな場所にポツンと立ってまるで幻でも見ているような。幻の塔。とにかく城に戻るとしよう。最初の設計図を完成させるんだ。これは、ああ、命の木の実、ありがたい。そしてこれ作れないから持って帰ろうこれは作れないから持って帰る。うん、今ここではこの町では作れないからね。あとは楽譜とかあったりしないのかな。今まだ楽譜2つしかないんですよね。うん、立夏の宿屋の曲が欲しい。うん、まあいいか、ある程度壊したら帰ります。はい、いやー帰ってきた。いやーちょっと気持ち悪いですまだ少し酔ってる。あなた様に祝福を。リオラ様、大灯台で力のオーブを手に入れたのですね。あー、もう大苦戦した。あとは設計図の完成を待ってください。最後にそのオーブを置いてくだされば1本目の塔が仕上がるはずです。いや、もうとっくに終わってるでしょ。ところでリオラ様、私は最近なんだか不安なのです。城の中に怪しげな動きを感じて。ほら、うん、やっぱりまだいるんだよね。うん、指導様が牢屋に入れられたのも何者かの計略なのではないでしょうか。うん、戦況は今やこちらに勝算があります。それでもまだ裏切りを続ける。これは勝ち負けではない、何か特別な理由があるかもしれませんね。だから、そうそうだ、勝てそうって思わせといてズーンって落とす作戦だよねこれ。うん、きっとそうなんだよ。何かどこかで大どんでん返しの何かが起こるみんなめっちゃ腹減ってる中で君ね元気そうだね。うっすうっすなんだこの子な。ああ、そういえばあいつ、あ降りれないでやんの。見えます見えます。ちょっとあそこに登ろう。ほら降りれなくなってるあいつ。ざまーざまー降りれなくなってやんの、ダサいこの辺は壊しとく。あ、これ壊しちゃダメ、これ壊しちゃダメ。まあまあいいか、あとでなんとかしとこう。あー落ちちゃう落ちちゃう。あー帰れない帰れない。でリックが、リックどこ行くの？お前どこ行くの？お前どこ行くの？トイレか？なんだ？リオルス。よ、イヤホーリック、僕の想像と違う声出すんだよな。イヤホーイって。
ようやく最初の設計図が完成したよ。日本の塔と砲台、そして砲門が出来上がれば、みんなで陰砲を使えるようになるはずだ。ん？それはそうと、いい加減指導を牢屋から出してくれだって。そこだよ、本当に。アレッサのこともそうだけど、慎重にことを進めなきゃ全て無駄になる。ここは僕に任せてほしい。いやだ、お前が信用できないっつってんだよ、おい。さあ、塔の台座に力のオーブを置いてくれ。そうすれば一本目の塔が仕上がるよ。これ本当にミナデイン砲として使われるのかな。逆に相手に利用されるんじゃないかな、ね、そんな気がしてきたよ、うん、でよくやったなリックよみたいな感じで悪魔神官が来るんじゃないのこれ。こっちじゃなくてあれか、魔法生成器の方か、どこだっけ、あそっか、力のオーブで、あ、違うか、もうそのまま置けばいいの、そのまま置けばいいの、力のオーブってどんな感じ、どこ行ったトランポリンもいっぱい持ってきちゃったけど、あ、これか、これそのまま置ける感じ、あ、置けるのか、じゃあこれをどこだっけ、塔塔ってどこっすか、力のオーブを置こう、え、そんなとこにあんのあれ、こっち行って、あー、うん、あー、そっか、ここに置く、あ、こんなでかいんだこれ、やっと、お前どっから来た、力のオーブを置いてくれたんだね、これで一本目の塔が仕上がった。王様によればこの塔とこれから作るもう一本の塔でみんなの力を集めるらしい。砲台に力をみなぎらせて砲門を開くことでみんなで陰砲を打てるようになるそうだ。ところでリウス、君は戦う力はそこそこだが、どうやら人を率いる才能があるようだね。お、ありがとうございますそう、ペットはね、何でも懐いちゃうからね、うん。僕に考えがある。君が多くの兵士を従えられるように王様に相談しておくよ。ん？僕が兵長になるってことか？よくやってくれたな、リオル。素晴らしい塔ではないか。あとはこれから作る砲台に送るために皆の力を塔に集めなければならぬ。さあ、皆の者、塔に手を かざすのだ。あ、もう始めんの？一本だけでいいの？お、すげえ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 。皆でいい。は？長い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 。すごい、これで私たちの力が塔に集まったんですね。ララララ、あとは2本目の塔と砲台が完成すれば、みんなで陰が打てるるるるる。そうか。そうなのか。さあ、リオル、さらなる力を集めるために2本目の塔の設計図を書いてくれ。お、その前に指導出せっていうんだから。おい、お前も言われる通り設計図書いてるんじゃないよ、だから。ああ、ああ、ああ。へへへじゃないよ。お前も。お前、福島の設計図2を描いた。はい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 。また例のごとくでしょ。いいよ、君らが作ってる間にまた白を脱出作戦考えておくから。かっかっか、これが2本目の塔の設計図か。よくやったぞ、リオラス。うん。これで打倒アトラスにまた一歩近づいたの。いいから、おじいちゃんたちは早く材料を持ってきて。うん。しかし、アトラスはなぜ攻めてこないのでしょう。いつもならそろそろ攻めてくる頃なのに。作るだけ作らせておいて一気に破壊するつもりかもしれんな。我らにより強い絶望を与えるために。うん、それもあるんだけど、なんか起こりそうなんだよな、これ完成したら。逆に利用されそうな気がする。本当に。奴らが考えそうなことじゃ。これぞ、教団の出雲の手口というやつじゃな。それもそうかもしれませんが、ひょっとすると教団にはまだ何か目的があるのかもしれませんね。いずれにせよ、皆で陰砲の完成を急ぐべきじゃな。うん、引き続き皆で建築を進めていこうぞ。えいえい王者。で、ホホさん、また取ってこいってやつか。ああ、そっかそっか、そうだよね、オーブ必要だよね。リオルスよ、王によれば2つ目の塔には魔力のオーブが必要らしいのじゃ。いつものように設計図の組み上げはわしらに任せて、お主に探してきてもらいたいが。
おお、行ってくれるか、アリオロス。行くとは言ってないし、早くホビくれし、500万ゴールドよこせし。魔力のオーブはムーンペタの春が北にあるローラの門に眠っておるはずだ。ローラの門は水に沈んでおるが、アネッサ・リックと一緒ならなんとかなるであろう。どうした、その根拠はどこにあるんだ。ローラの門か、大灯台といい、なぜそのような建物が。えい、余計な詮索は無用だ。わしにも話せることはある。え、これ王様も裏切るものなんじゃないの。実は王様もダメなんじゃないかこれ。とにかくリオルス、設計図の組み上げはわしらに任せ、魔力のオーブを見つけてきてくれ。いや、わかんなくなってきた、リックと王様か、リックか王様か、わからんな。なんなんだろうね。でも王様はムーンブルクの王女の血引いてるわけだしな、裏切ったりはしないと思うんだけどね。お、拠点を狙うモンスターが現れた。まあでも拠点モンスター来てもあいつら役に立たないしな、指導脱出の。どうしたらいいものか。考えよう。考えています。はい、指導を助け出せないのであれば、せめて僕にできることはと考えた。その結果がこれです。おっと、いくらリオルスさんでも牢屋に近づけるわけにはいきません。指導さんを心配する気持ちは起こりますが、どうかもう少しこらえてくださいっていう荒くれを、どっちだ、こっちかって荒くれが言うんですよ。なので、だったらお前にも同じ目にあってもらうじゃないかと。はい、牢屋に入れてやりました、こいつも。少しは指導の気持ちを分かれ、それで反省しやがれ。はい、というわけで今回は、この辺にしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。おーす、バイバーイ。綺麗に入ったな、よし。どうしたもんか。はあ。